新しいカメラをゲットしたぞ。皆さんこんにちは、ちがみなです。ブブーン、見てよこれ、じゃじゃん、インスタ360 X4 という最新の360度カメラを手に入れちゃいました。なので今回はこのカメラの試運転、早速ね、本日の元ブログ撮影で使ってみようかなと思います。なので本日の動画はどちらかというと360度カメラというものに興味がある人向けの動画になるかもしれないんですが、バイクとか自転車とか旅行とかね、アウトドアな趣味で幅広く活用できちゃうカメラなので、私と同じ趣味の方、ゆるゆると見ていただけると嬉しいです。ちがみなの動画ってことで、この X4 ってどんなカメラかっていう特徴をね、3つね、お話ししていこうと思うんですけど、まず1つ目、画質が圧倒的に向上しました。じゃん、これがね、旧モデルの X3 というカメラで、こっちが X4 というカメラなんですけど、こっちのね、X3 のカメラももう十分にすごいカメラなんですけれども、こっちのカメラは 5.7K30fps で撮影できたんですけど、こっちの X4 さらに進化しまして 8K30fps と 5.7K60fps での撮影が可能になりました。解像度がすごいね、進化を遂げているみたいなので、これはね、後で2つのカメラ一緒に撮影してみて見比べてみようかなと思います。そして2つ目、レンズガードが変わりました。着脱式のレンズガードが X4 からね、採用されまして、この箱の中に一緒に入っています。今はね、レンズガードをつけている状態ではないんですけど、この上からレンズを守るためのレンズガードってやつが標準で中に入ってます。そう、実はね、私茅ヶ崎みなみ、360度カメラのレンズを割ったことがございます。もちろんね、わざとじゃない、全然わざととかじゃなくって、もう完全に本当に私の単なる不注意で割ってしまったことがあるんですよ。がしかーし、この X4 は進化した着脱式のレンズガードがついているので、すごくね、個人的にはありがたい進化だなーなんて思いました。で、3つ目、より直感的な操作が可能になったみたいです。 AI ジェスチャーと音声制御は今回からね、まあ、日本語対応になったみたいでして、録画ボタンが押しづらい環境だったとしても撮影が可能になったみたいです。まあ、他にもね、進化点がめちゃたくさんあるんですけれども、後ほどそれはお伝えしていこうかなと思います。それじゃあとりあえず360度カメラをバイクに取り付けます。ちがみなの動画。それじゃあね、これを使ってバイクにカメラをバイクに取り付けていきたいなと思います。オープン。これが多分取り付けるようなもので、こっちなんだろう、ん、工具みたいなの入ってる。これをね、取り付けてみます。ここに取り付けます。はい、ひとまずね、下部に取り付け完了です。30秒ぐらいでできちゃいました。出来上がりました。ということで X4 をね、無事にスーパーカブに取り付け終えたんで、ここからはツーリングタイム。実際にこの X4 を稼働させて撮影しに行っちゃおうかなと思います。それじゃあね、スーパーカブに乗って行ってきます。ちがみなの動画。というわけで、今私茅ヶ崎みなみ、どこに向かって走ってるかというと、湘南平です。今ね、X4 の隣に X3 をね、バイクに取り付けて走ってるんですけど、見え方どうですか？ X3 の方のね、画質も十分綺麗だし、申し分ないかなーなんていう風に思うんですけど、 X4 の方、滑らかさが倍増した気がする。青い空がよりね、鮮明になったりとか、あと服の感じが若干違ってたりとかして、X3 に比べて鮮明に見えるような気がします。ちがみなの動画。ってことで湘南平にやってきました。それじゃあね、ここで X4 の自撮り棒とかをね、試していこうかなと思います。それじゃあこの自撮り棒を早速試してみたいと思います。伸ばします。結構伸びるっていう噂なんですけど、どうなんだろう。おお、伸びる。結構しっかりめな感じするかも。あ、めっちゃ長い。想像以上に長いかも。何センチなんだろう、このサイズ感。私の身長の3分の2ぐらいのサイズ感です。ちょっとこのままこんな感じで背負って歩いてみたいと思います。
どうですか？見えてますか？多分ドローンを飛ばした時の視点で撮影できているんじゃないかなって思うんですけれども、そんな風に撮れてますか？そして見えてませんか？自撮り棒、葉っぱとか撮影したりとかもできそう。葉っぱ。でこの後ちょっと三脚で X 方を自立させたいと思います。ということで、湘南平の山と向こう側には海です。すごいね、大海原が広がっているここなんですけど、今ね、どんな感じで撮影しているかっていうと、三脚プラス自撮り用プラス X4 の状態で撮影してます。安定性がかなりあるので、今ね、若干風吹いちゃっているんですけど、でも倒れそうな気配はないです。じゃあね、ちょっとね、この周りをぐるっとね、私が回ってみます。それじゃあね、新機能のジェスチャー試してみたいと思います。うそ、ふい、来てきた。止めます。次は音声制御でやってみます。録画開始。撮れてるんだけど。せーの、録画停止。来た。ちゃんと止まりました。というわけで、プチ休憩ホノルル食堂にやってきました。注文したのはマンゴーらしいタピオカです。そしてちょっと X4 も立ててみました。いつもの撮影風景がめちゃめちゃ広い画角でね、撮れてるかななんて思うんですけども、あまりの暑さに喉が渇いちまったので、この子で乾杯したいと思います。それじゃあ皆さん、乾杯。乾。そしてこっちも乾杯。カン。いただきます。うまぐ。もちもちタピオカ、癒しすぎる。だいぶね、熱くなってた体がヒヤッとしてきました。ってことで、スーパーカブのところに戻ってきました。で、この後なんですけど、どこに行くかというと、久しい海沿い走行を楽しんでいこうかなと思います。それじゃあちょっとね、山を降りて海へ下って、海を見ながらまったりと走っていきたいなと思います。それじゃあね、海まで行ってきます。ちがみなの動画。ってことで、山から降りてきまして、今ね、どこを走っているかというと、海の近くの道路です。そしてね、さっきとね、 X4 の付け方を変えまして、こんな感じで到着してみました。今回ね、ニュータイプのバイク取り付け用のものを使ってるんですけど、これね、めちゃくちゃいいわ。安定性が凄まじい。自撮り棒を間に挟んでるんですけど、全然動かない。安定性が素晴らしすぎて、正直めちゃめちゃビビってます。そして XO を使って、結構長時間ね、撮影しているんですけど、これ結構ね、バッテリー持つ、つけたり消したりとかはしてるんですけど、多分こまめにそれやってれば1日はね、余裕で持つんじゃないかなと思います。 X3 に比べると容量もね、ちょっと大きくなってたりとか、バッテリーの寿命もね、上がってたりとかするみたいなんで、そのあたりも進化してるっぽいです。やっと海見えた。海じゃー。走ってさ、なんか楽しいんだよね。左には川、右には海。ちがみなの動画。じゃんってことで、海が見える場所にスーパーカブを止めました。それで本日はインスタ360X4 を初めてね、モトブログで活用してみたわけなんですけど、このカメラね、やっぱりすごく優秀で、多くのモトブロガーさんたちが360度カメラをね、愛用しているんですが、そのわけが詰まって詰まりまくっているなーなんていう風な感じがしていて、すごくね、撮影もしやすいし、扱いやすいし、画質もいいし、全方位撮影できるっていう、バイク撮影をする人にとっては特にすごく便利なカメラだなーなんて改めて感じました。私もね、もともと360度カメラを使っていて、これの前のモデルの X3 をね、すっごく活用してたんですけど、X4 になったことによって、
最大の進化が本当に画質で 8K で撮れるようになったっていうのがすごく大きいなって感じていて、やっぱり荒い画質より綺麗な画質の方が見ていて気持ちいいじゃないですか。海沿いとか森の中とか走っていた時のその臨場感みたいなのがより鮮明に伝わる方が絶対いい映像になると思うし、楽しい動画になるんじゃないかななんていうふうに思うので、これからね、私茅ヶ崎南はこの新しく出たカメラ X4 をね、最大限大活躍させていこうかなと思います。それで皆さんの中にも私と同じ趣味、バイク乗ってたりとかアウトドアが好きだったりとか、あと旅行が好きだったりとか、まあ、車車中泊とかね、キャンプとかね、好きな方がいらっしゃると思うんですけど、いらっしゃってくれるとすごく嬉しいななんていうふうに思うんですけど、やっぱりそういったアウトドアの趣味にもこの360度カメラを1個持っていくだけで楽しい映像がね、残せるかななんていうふうに思うので、気になる方はぜひ概要欄にリンクを貼っておくんでチェックしてみてください。それじゃあここから先の私茅ヶ崎南の元ブログでもこのカメラがね、たびたび出てくるかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。